皆さんお元気ですか？関野義晴です、グレージャーニーをもう一度、今回で14回目になります、前回はバレンチン一家の子供たちと市場に行って買い物をしたり、次男ウィルベルが初陣を迎える東西戦争の準備をしたりしました。いよいよアンデス伝統の祭りが始まります。ウィルベルはどんな活躍をするでしょうか？一緒に見ていきましょう。さあ、東西戦争の当日です。ウィルベルの、初陣ですね。どんな活躍をするだろう。おじさんのビクトリアーノです。村一の戦士と言ってもいい活躍をいつもしてるんですけどね。ウィルベルはなんとなく本当は緊張するはずなのに言ったりしてますね。標高4,700メートルに上がっていきます。ここで2つの軍が向かい合って戦いが始まります。続々と男たちが集まってきています。ここは男らしさあるいは勇敢さを示す絶好の機会なんですね。この戦いはもともとインカ帝国時代に若者の試練として始まりました。戦いで死ねば英雄として葬られます。その地は大地の神パチャママに捧げられる。死者が出ればその年は豊作と言われているんですね。さあ、ウィルベルも戦場にやってきました。午前11時、お互い罵倒をし合うことから始まります。敵の陣地ですね、約2キロ離れています。最初はとにかく罵倒をし合うことから始まります。育児なしとかクソったれとか罵倒の限りを尽くして罵り合います。午後1時過ぎ、まずはチンビビルカ軍が動きました。これちょっとちょっかい出して見て引くこともあるし、そのまま突っ込むこともあるんですね。どんどん間合いを近づけていって、とうとう最前線だいたい至近距離10メートルぐらい近づいて、拳台に違ってものすごいスピード飛んできますから怖いですよね。ウィルベルも投げてますね。ウィルベルどこで投げてんだろう。結構後ろの方ですね。これじゃあ味方に当たっちゃいますよ。数の少ないチンビグラフが動きました。やっぱり数が同じじゃないんですね。少ない方が劣勢になります。で、怪我した人たちも残しておくと殺されますから。でもこの血を出すとこれが大地に染み渡って、大地をパチャママに捧げたことになるわけですね。カメラマンがちょっとカメラおかしいですね。どんどん逃げてきてます。一生懸命逃げてますけども、逃げ遅れたディレクターが捕まりましたね。はい、了解しました。こちらは何もありませんが、こちらもみんな無事です。どうぞ。了解。
捕まったディレクターカメラマンは、この後解放されたんだけど、カメラを没収されてしまいました。で、まあ、天候氷が降ってきたりして、午後3時ごろ自然解散しました。今回は死者も出ませんでした。いやー、取材班が捕まった時はもうびっくりして、もうどうなるかと思ったんですけど、まあ彼らも解放されてほっとしたんですけど、カメラが、まあ、素材ごと持ってかれてしまったので、実は、それも後日交渉することなんですね。それで、まあ、彼らと交渉して結局 ある程度の金額を渡すことによって、まあ、カメラも素材も、我々に取り戻すことができました。でこれは彼らが、まあ、戦利品をゲットした時にやる普通のやり方なので、その時に女性が多いんですね。で女性が連れてかれてるんですけど、やっぱり交渉して、まあ、それが物だったり食料だったりお金だったり労働力だったり、それで返して女性を返してもらう、そういうことをいつもやってます。まあここで、さっき、映像を見ながら語ったように、インカのこう若者たち元服の時にいろんな試練をするんですけど、その時2チーム合わせに分かれて、まあ、洞窟建設合戦をする、それが起源だっていうのもあるし、もう一つは、まあ、かつての、まあ、土地争い の名残で、それがやっぱり透析機で戦ったので、それが今でも続いてんじゃないかっていう説ですね。まあ、彼ら基本的に農民なんですね。リアもアルパカとか飼ってますけども、で農民って普段男らしさを勇敢さを示すことはないわけですね。でこの戦いで示すっていうか、やっぱりステータスが男らしさなんですよ。その機会がめったにいないので、祭りの時に、まあ、やっぱりそれが示せる。で面白いのはこの透析祭りでも陣地で女たちが踊って歌ってますからね。その歌の詩がなんか、兄弟たちよ、血の雨を恐れるな、石の雨を恐れるなって言ってるんですよ。急かされてるんですね。だから一面では要するに男らしさを俺たちは示したいんだよって言うけども、一方では女たちに急かされてやってるっていう面もあるんじゃないかと思ってます。日本でもみこしを担いでぶつけ合ったりしますよね。ああいうのはそうだし、喧嘩祭りっていうのもあるし、でこのすぐ近くでもあるんですよ。これは闘牛なんですけども、特殊な闘牛でコンドルって保護鳥なんですね。絶滅危惧種なので取っちゃいけないんですけども、許可取ってコンドルを生け捕りにするんですよ。でそれを牛の、もうでっかい牛の背中にくくりつけるんですね。それと闘牛をするんですよ。それも命がけなんですけども、でもそこに出てくっていうのがやっぱりこうステータスなんですね。まあそのさっき言ったように、男らしさとか勇敢さを示すっていうこともあるけども、一方ではやっぱりこの透析戦争が、死ぬと英雄になる、でその血は大地の神パチャママに捧げられる、要するに宗教的な意味もあるんですよね。でこのアンデスでは実は祭りが少なくなってるんですよ。それは何かというと、ずっとキリスト教を布教してきましたね。でカトリックなんですよ。でカトリックって酒飲んでいいんですよ。でやっぱり酒と祭りともう一体なんですね。酒飲むから祭りやるよって感じなので、今そこにどんどん進出してきてるのがプロテスタントなんですね。でもうどんどんもうプロテスタントに変わってきてるんですよ、カトリックが。そうすると何が起こるかって、プロテスタントお酒飲まないんですよ。
そうすると一緒に祭りをやらなくなるんですよね。だから今文化人類学者泣かせなんですよ。どこ行っても祭りがなくなっちゃった。祭りっていうのはそこの文化がこうすごく表面に現れるので、要するに文化とか言葉もそうですけれども、自分のアイデンティティなんです実は。で、自分は何者かっていう一番わかるわけですよ。それがなくなるわけで、だからさっき文化人類学者なくさって言ったけど、文化人類学者はどうでもいいわけで、彼らにとってもやっぱり損失は大きいと僕は思ってるんですね。今回はここまでです。グレイジャーニーをもう一度気に入っていただけたら、チャンネル登録をよろしくお願いします。またこの、映像を気に入ったらぜひ皆さんに拡散してください。また次回お会いしましょう。